S-28 は、ロシア海軍のプリズ急進海級南艇である。乗員は4人で、最大20人まで収容できる。全長13.5メートルで、全高5.7メートルである。排水量は55メートルで、潜水時は110メートルである。最大深度は1000メートルである。地ン性の耐圧核を持つ。最高速度は3.7ノッツである。 最大120時間分の空気の供給量が搭載される。軍用船舶のベスターと似ている。AS-26、AS-28、AS-30,AS-34 AS の4隻が05360型、または05361型級難関に2隻ずつ搭載されて運用されている。 1855型は1837型や1832型とは異なる外観を持っており、船体中ほどに配置された大きめのセールが特徴である。浮上した AS-28、AS-28 AS、救出のため CE-5 に搭載される、米海軍のスーパースコーピオロシア海軍、太平洋艦隊に所属する、 AAS-28 は2005年8月4日、カムチャッカ沿岸のベレソワジャワンの南東 70km で、乗員7人で、震度 180m で、先行時に古い漁網に絡まり身動きが取れなくなった。クルスクの事故の時とは異なり、ロシア海軍は他国へ救援を求めた。イギリス、アメリカが無人探査機を空輸し、日本は、 救難艦千代田を含む4隻の艦船を現場へ向かわせた。8月7日、早朝、最初に到着したイギリス海軍の無人探査機、スコーピオが光線を切断することによって障害物を取り除いた。5時26分 AS-28 は自力で浮上し、乗員は全員無事だった。2004年に4機に対する近代化が計画された。 最初の回収は2億4000万ロシアルーブルで次の機体は2億ルーブルかかる。AS-28 は事故の後2005年から2008年にかけてテレビカメラやマニピュレーターや 10mm 系の金属製のロープを切断できる切断装置や水中溶接機等を搭載する近代化回収をクレイエ繊維総マボ第12工場で実施した。ありがとうございます。